あーよし、ちょっと今日何やりたいかっていうと、今奥さんがさ仕事に行ってて、どうした、こんにちは、おはよう。で今日何やりたいかっていうと、あの仕事後に帰ってきたらさ、人生で俺今まで本当にお母さんとしかお風呂入ったことないからさ、奥さんを初めてね、俺一回もないんだよ、付き合ってる頃からさ風呂一緒に入ろうなんて言ったこともないし入ったこともないから、動画利用して誘いてえなと思って、普通にお風呂一緒に入りてえなっていう気持ちあるよね一緒にお風呂入りたいなっていう動画だよね。もしかしたら入れるかもしれないから、いや入ってみたいんだよね普通に。あ、本当の話ね、これマジで入ってみたいから、単純に気になる。なんていうの、体見てじゃん、なんていうの、シルスみたいじゃん。俺風呂入ってる人をさ、一緒に風呂入ってる人あんま理解できなくて、なんかちゃんと洗えない臭そうじゃん、なんか一緒に風呂入ってたらさ、細かいとこちゃんと洗えなそうじゃん、こうやってさ、こうやってゴシゴシしてんのめっちゃ恥ずかしくない、なんかっていうのもあって無理だなと思ってたんだけど、あ、そうだ、動画があるからちょっとやっちゃおうかなと思って、それプラス、マジで風呂入りたいだけね、これ仕事のためにやってないですよ、 お風呂入りたいだけだから俺。だから最近ね、奥さんが本当にマジで買ってたシャンプーがあったんだけど、なんかその会社からちょうどさお仕事もらって、見て、これハイハイの練習してんの、この腰動かせっつって、ハイハイの練習してるんだよねこれ、そうだよね俺じゃないもんね。このメデュラっていうやつなんだけどさ、あ、奥さんってさ美容代にめっちゃ金使ってんのね、マジで。ご飯代払わないくせに、シャンプーとか高いのたくさんあるんだよね、なんかそれの金合いで多分これ買ったと思うんだ、メデュラってやつ買ったと思うんだけど、まあ正直おごってもらうじゃないけどさ、勝手に高い化粧品俺勝手にめっちゃ使ってんだよね。自分で高いシャンプー買ったらさ、ちょっちょっちょっしか使えないけどさ、まあ、奥さんの買ったやつだからさ、こうやって5プッシュぐらい勝手に使ってんだけど、これマジで使ってみて、すげえまず匂いがいいんだよね。なんかこれ言い表せないのがさ悔しい。何なんだろうねこれ。これだけ言わせて、俺すげえ髪パサパサなんだよね、ほんと痛みまくっててさ、なんか冬になると特にヤバくなるんだけど、髪が乾燥してパサパサになった時にこのメデュラのシャンプー使って、なんかトリートメントとか、あとなんか洗い流せないトリートメントとか全部使うと、ほんと美容院帰った後みたいな、それをさ結構家でできちゃうから、なんかマジでいいなと思って。奥さんもさ静電気とかでさ髪の毛が広がってるっていうのをすげえ悩んでることもすげえ言ってたから、多分これこういうの買ってると思うんだけど、え、すげえさ、なんか髪の毛綺麗ですねって奥さん言われてるじゃん、本当におすすめなんだよね。いろんな工程があるからかわかんないけど、本当にしっとりした、なんかすげえツルツルってした髪になるから。ただいま。おい、何してんの何してんの、うん、お風呂入ってる、知ってるなんかこんなドア開けてどうしたの。あー、なんかあったかいお湯の中入ってるね。それ見えるよ今あ、そういうことじゃない、あ、違う、え、なんか単純に一緒に風呂入ってほしいなっていう感じだよね誘い方独特だよあ、今帰ってきた。うん、ただいま。おかえり。これびっくりするね。じゃあどうぞ。いやだよ。なんで？え、なんかお風呂入んない主義とか言ってたじゃん。なんていうの？今まで誰とも入ったことなかったから、だからその一緒に風呂入るってどういう感覚なんかなっていうの、ちょっと入りたいなっていう。じゃあ入ってもらっていい？やだよ。なんで？入った後の汁吸いたいから入ってもらっていい？やだよ。それがやだよ。え、入ってくれない感じ？いや、いいの？あ、いいの？いや、わかんない。だって、なんか待ってんだもん。ガムテープ貼って。あ、いいんだ。うん。なんでガムテープ貼ってんの？全然入ってもいいけど、髪の毛も洗ってほしいんだよね。あ、ちゃんとお風呂入りたいってこと？あ、そう、普通にね。わかった。まあ、前回ブックブックやったから、次風呂かなっていう。さらすぎ。それいや、ちょ、エロじゃないからね、これどうぞえ帰宅した服でそのまま入ってる炎上しちゃう。あ、いやいや、しないしない、塩、失礼、自分ち、塩ね、塩ってなんかお清め、ちょっともう一気に入りたくないサムネ撮りたいからさ、うん、タオル巻いてさ黒い部分を外すことできない方の、それ、本気で言ってんの？だってなんか水泳の授業みたいな、なんかこれが一緒に風呂入るっていう感覚だってさ、毎回入るみたいなこともいるよね。うん、終わってるっすね
え、本当にどういう感覚今。え、一緒に風呂入るっていうの理解できなくて。うん、なんでかっていうと、隅々まで洗えないじゃん洗い残しはたくさんだろうなと思って。え、隅々まで洗ってもらうっていう。ああ、そういうこと。いや、ちょっとそれはもうなんか違うことになってくる、うん、よくわかんない基準がまあなんか風呂入りながら、うん、単純にここ最近の話したいなと思って、うん、結婚して大体10ヶ月ぐらい、10ヶ月の感想とか。まあでも昔と比べて、うん、やっぱ仕事の話とかするようになったね。まあ確かにね、もうノータッチだったじゃん。あ、ちゃんと悩んでるとか言うようになってかもしれない、うん、話し合うようになった、うん、うまくいかない時もあるじゃん全然。でもさ、そういう時ってさ、ある程度元気なかったりさ、うんうん、ちょっと機嫌悪かったりするじゃん、うん、それちゃんと言わないとさ、相手に対して不満持ってるとか勘違いしちゃうもんね。あ、うん、だからちゃんと言った方がいいなと思った。すごいことだなと思うよね。ああ、あ、そうだね。じゃあちょっと会話がなくなった。でも逆に、なんかそのさ、人の悩み相談みたいなのあった方がいいんじゃない。うちらに対する質問はもうだいぶ。確かに悩み相談するじゃん。あと一個さ、昨日ルックブックの動画出して、うん、事務所に誘われましたみたいな動画出したんだけど、完全に全員受かってるコースだよまあそうだよね。あ、まあ薄々そう思ってたけど、うん、いや、そんなちっちゃい頃からさ判断するってどういう基準で判断してんのっていう感じで。でもやっぱ、うん、芸能系で活かせるっていうのは、うん、ある程度家庭が、うん、事務所にお金を払える環境が、うん、そうだね。二次審査に行った人っていうのもいたらしくて、うん、二次審査に行って合格したら、なんでかわかんないけど、うん、所属させてやってる側なのにさ、その料金を払わなきゃいけないみたいな。まあそうなるね。レッスン代とか、うん、それ何の意味があるんだろうそれってそういうものがもうあり方なんだよね、うん、結果、うん、それ以上の仕事は入ってくんならいいんだけどさ、うん、絶対そんなんじゃないじゃん。まあだから絶対行かないっすねあ、じゃあこれ女性目線からこれどうなの。女友達からは、うん、顔はいいって言われます、うん、でも彼女ができません、どうしてですかみたいな。顔はいい彼女ができませんか。まあ人によるんだけど、うん、女の子ってやっぱ愛されたいから、かっこいいねって言ってあげなきゃっていう振る舞いをしちゃってる可能性はあるよね。何それ、うん、ある程度こっち側を褒めてくれたりとか、あ、はいはいはい、口説きに行くという姿勢が少ないのかもしれない、はいはいはい、あー、なんか友達止まりで終わっちゃってるみたいな、まさに。うん、でも褒めるってある意味ジャブだったりするから、そこからの展開ちょっと考えてやったらいいかもねもうちゃんと相談乗れるんだからそれ俺はもう何も思い浮かばなかったけどじゃあ、いや、できないのは、うん、あの、その人のせいっていう振り詰めだできないのが成長につながるんじゃないの。そう思う、うん、できる時って急にできるもんね。あ、女性特有のやつ聞いていいじゃん。いいよ。 PMS 期ですごいイライラしちゃうんだけど、ストレス発散の方法、仕方教えてって。でも趣味じゃない。え、イライラしてる時あんの逆に。PMS は私あった。 PMS ってなんだ、まずなんか、まあでもホルモンバランスで、あ、まあ、自分では制御できないぐらい感情がこうなっちゃう、はいはい、そういう時ある。あるよ。抑えてるだけ。そうあんま感じたことないから、その日によって機嫌悪いとか。ああ、でも、うん、人といない、あ、違う人といないようにしたり、あ、趣味だけをやったりゴロゴロしたり、彼がいたらちゃんと説明しとく。ああ、されてないですけどっていうのがいいと思うでもそういう風に感じたことあんまないからね。うん、実際共感できるのやつがあんまないね。共感できるやつ、みんなモテたいんだね。ね、あ、どうやったらモテんのじゃあ。男性側と会話してて、うん、モテる人からモテたいとかモテるとか聞いてきたことって一切ないのね。ああ、気にしない人。ああ、俺ってこと。そうモテるモテない気にしないで、なんか自分の能力高めてったり、自分磨きしてる人が結局魅力的な気がする、うんうん、あと可愛いって言わないっていう。え、そうなのあ、普段言ってるから。言ってないよ昨日はちょっとしんみりしてたから、元気出させてやろうかなって。しんみりしてた。押してたよ。あ、本当に。うん、ありがとう。すごい察知してくれた。そういうのもやっぱモテる人の特徴なんじゃない。いや、俺がモテるみたいになってるけど、モテないから俺一回ちょっとさ、めっちゃ汗かいてきたからさシャンプーしてもらっていい？いいよ。最近さ、サブスクでシャンプー買ったやったっけ。そうなの。うん、最近髪悩んでて、子供生まれて
から傷みやすくなったし、でも市販のだと洗浄力強くて。ああはいはい、市販のシャンプーってなんか面倒だし、買いに行くの自体面倒くさいもん、まず、うん、運ぶの面倒くさいしっていうことで、なんかそういう方にすごく便利なものがあるんだけど。あ、待って、案件ただ単に風呂入りたかっただけね。あお仕事だ。違う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 俺はそういう人じゃないから、うん、サブスクで買ってたやつからちょうどなんか仕事来たんだよね。すごいすごい偶然だよね。このミディラっていうやつなんだけど、でこれ自分で選んで作るやつなんだよねこれ、うんうんうん、で俺も作ってもらっちゃったんだよねこれ。すごい。だからさ、カツヤって書いてあるんだよここ。あ、ほら本当だ、カツヤってね。テンション上がるね。自分の名前入ってるシャンプーって面白い。なんか面白い。確かにね、これいいね、この名前入れるやつって、うん、だって俺適当にさ、高価のものばっか勝手に使っちゃうから俺って。そう結婚して同棲してからさ、うん、なんか美容代かかんねえなと思ったら、あの高価な化粧品とかめっちゃ勝手に使ってんだよね俺。そうだよねめっちゃなくなるから。なんかシャンプーもさ、なんか結構さ、いろんなもん買ってたりするじゃん、うん、なんかおしゃれなもん買ってんじゃん勝手に全部使ってんだよね。なるほど、だからか。しかも、まあ自分のだったらちょっと、まあ一ワンプッシュずつみたいなで、人のやつだったらダメだよジャイアンじゃん化粧水とかも、うん、自分のだったらこうやってやるんだけど、うん、人のだからこうやってね、バシャバシャ使ってんでしょ全然ないもんすいませんね。いいよ。うん、あ、いいの、全然いいよ。ちゃんと見ながら説明していい？じゃあ一旦メディラさんっていうオンラインでこういう髪質診断して、まあ、7万通りやるらしいんだけど、うん、自分に合うヘアケアが届くんだよこうやって。すごーい、すごくない？7万通り。うん、そう、こうやってパッケージで届くから。で、日本初のパーソナライズヘアケアプログラムらしい。わー、なるほど。なんかよくあるよね、グラノーラとかそういうの、うんうんうん、自分に合ったやつとかあるよね、うん、よく。それのシャンプーバージョン。まあ、さっきも言った通り、自分の名前をさ、入れれるからさ、うん、人の勝手に使わないとか、そういう使い方もできそうだね。じゃあ、あなただけかも。まあ、でも、書いてあっても使うけど、全然。こういうシャンプーってさ、まあ、どうなんかなって思うけどさ、うん、普通にサロン向け商品作ってる会社と共同開発してるらしくて、美容院代わりになるんじゃないかってぐらい。なんか、プロ仕様らしい。ちょっとシャンプーしてもらっていい？いいよ。あっ冷たい普通にシャンプーされるのは美容院が初めてだから緊張しちゃう。 あんまりないよね。うん、あ、めっちゃいい香りする。匂いがして、あ、ほんとだ、すごーい。なんか高級なホテルみたいね。あ、わかるかも、うん、え、いい匂い。確かにこれめっちゃなんかそれこそさ、モテんじゃない。モテそう、確かに、うん、女性的すぎないね。うん、あ、確かに俺がなんかそれ選んだかも。へー、なんか甘すぎない的な。あとめっちゃ泡立ちいいんじゃないこれ。なんか確かに結構泡立たないやつあるよね。なんかね、しかも俺さ、普通に整髪料つけてたからさ、一発目マジ泡立たないんだよね、その普通のシャンプーって。あ、そうなんだ。泡立ちいいやつじゃないとさ、ワックスとかつけてると何も泡立たないから。じゃあこれはすごいこと。あ、すごいいいと思う。これ使ってみてもらっていい？うん、頭皮臭いから俺。おお、あ、気持ちいいね、なんか普通に。あ、すごい、なんか洗えてる感ある。あ、本当に？これあるだけで。これスカルプリフトブラシっていうらしいんだけど、長いやつと短い方が入ってるから頭にめっちゃフィットするっていう感じ。ほらほら、長い方と短い方が入ってるから、うん、頭皮から顔ってなんか一枚の皮膚でつながってるらしくて、うん、こういうブラシとかでマッサージすると、うん、ほうれい線とかのリフトケアにもなるらしい。普段髪とかすとかじゃなくて、こういう風呂の中でも使えるからめっちゃいいねこれ。なるほど。で、すげえ洗ってる感あるわ。あ、本当？いつもの何倍もなんかすげえスッキリしてる感じする。おー、マジ流してもらっていい？で、次これを塗ってほしくて、これもブラシ使って塗れるっていう感じ。これ香り良すぎない？確かに。何これ、なんか香水みたいなニュース、うん、これプロの調香師さん監修したらしくて、香水のいらないレベルのシャンプーらしい。いや、男にめっちゃいいと思うんだよ普通に。香りロック機能ってやつもついてて、すごっ。機能ってなんか機械みたいだけどさ、うん、これ匂い持ちもいいんだよね、そのロックされてるから。いや、俺ね、この今塗ってるやつは、うん、ハーブっていう種類のラベンダーっていう香り。確かにラベンダー、ね、ラベンダーっぽいよね、なんか優しい香り。うん、奥さんのやつもあるんだけど、うん、パールっていうジャスミンの香りがあるね。ピーって体硬い。硬い。これ以上上向けない？あ、やない。あー、あっち熱い？わがまま言
めっちゃいい香りするね。俺より弟に渡してよ。あー、そうかも。臭いから。いやいや、臭くないよでも喜ぶんじゃない？思春期の男の子に。あ、思春期じゃないか。思春期って、まあ多分もう大人だね、あの人。教習所まだ第一段階なんですけど、卒業できる自信ありません。いけるよ、絶対いける。だって俺は確実に無理、正直入った瞬間無理だろうなと思ったけど、もう試験合格したんで。かっこいいすごいよね。ね、無事合格、そう、運転の試験合格したっすね。めっちゃギリそうだった、なんか先生の反応的に。本当に？うん、いやマジそうだと思うよ、うん、なんだこいつと思ったけどあと筆記の方ね。うんうんうん、あれ考えてる人終わってんじゃん国語みたいなのね、あれ。うん、マジあら探しみたいなしてる感じの問題だよね。うん、っていう風な文句ばっかり言ってるやつでもいけるから。うん、全然いけるっすよね。うん、頑張って。俺でもいけんだからね料理を作るのは狩野さん担当ならでしょうか。素敵な旦那さんですね。そうっすね。そうです、素敵な旦那です。最近作ってないっすね。うん、確かに。なんか自分で食いたくなってるよ、多分。ううん、仕事に行ってるね、最近。なんか自分で作ってない、最近。うん、ちょこちょこ。なんていうの、気にして、体型気にして野菜ばっか、野菜しか食ってないの、最近。野菜食べてる沼から離れる方法教えてくださいってで、沼にお住まいでも時間は有限だし。うん、まだいいんじゃない、逆に学べるんじゃない、それで。ああ、嫌になるまで好きでいたらいいんじゃない。ああ、そうだね。その間に結局さ、素敵な人と出会う可能性あるじゃん。ある。うん、右の方みたいな。そう、右の方なんか素敵なこういうさ、女の方とさ、出会う可能性もあるじゃん。だから、まあ別に自分のしたいようにしてたらいいんじゃないと思うけどね。うん、でも、うん、沼ってことは多分付き合ってないなら、やっぱ出会いの場合は行っていいと思う。ああ、そういうことね。うん、他の出会い。まあでもそんなガキみたいなことしないで。うん、成長しろよっていう。おぉ、厳しい寄り添ったと思ったら突き放すタイプだ。全然俺はもう、そんなのね、早く大人になりなさいっていう。うんうんうん、一番響くかもしれない、それが。嘘。うん、プロ入ってみては、まあ確かにもう動画撮ってるからあの、もうなんもないよ、感情何もなかったうん、別にマッパ、あ、マッパじゃないか。マッパじゃあ、あの、はだけてるわけじゃないから。あー、うん、ただ単に熱いなっていう。熱そう。うん、もうダメ。じゃあちょっと出るか。うん、もう出よう。じゃあこの洗い流さないトリートメントってやつを使うっていう感じ。へえ。こんなん使ったことないやつ。おお。うん、なんかすげえ。これもいい匂いするよ、なんか、ね、うん全部いい匂いするんじゃん。で、馴染ませて4分放置するらしい。わー、すげえ、なんか乾燥してない。すごいね、絹髪じゃん俺の今まで触った髪じゃないみたい、自分の髪じゃないみたい、なんかさっきとちょっとね、だいぶ違うんじゃない。これ塗るだけでね。うん、これなんかメディラ史上最高峰のダメージケアらしくて、中身が酸化しない生ヘアミルクなんだけど、ノンシリコンなんだって、これも、うん、それよく言うよね、なんか入ってない方がいいみたいな。あー、気にされる方多いんじゃない。うん、日本初原料で髪の毛の内側まで補修成分が浸透して立体補修してくれるらしい。めっちゃ触り心地いいもん、なんか。うん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 、今塗ってみたんだけど、私超髪広がりやすくて、はいはい、これ全然まとまるね。ね、めっちゃまとまるよね。手強いのに全然。あ、てか4分経った、これも。経ったね。うん、経ってないっすよ。ん、経ってるんじゃない。あ、本当に。うん、確かに確かに赤ちゃんなんだ、そこは。で、この濡れた髪のヘアオイルをつけて、え、こんな工程かけんの、今までやったことないぞ、俺これ。あ、本当に。うん、これもなんかすげえ、なんかこんないい匂いばっかつけていいんだ。で、なじませてから乾かすみたいなね。さっきの洗い流さないトリートメントで内側を補修して、この今塗ったヘアオイルでダメージケアするイメージ。これツヤ長持ちするらしくて、うん、日中でも結構パサつかないらしいね。これ日中確かにちょっと外出て試してみなきゃ。うん、まだ外出てないから、そんな、うん、ドライヤー前以外にも、うん、アイロン前とかスタイリング剤として使えるらしい。あ、うん、これ好きな時使えるの超便利だね。ああ、確かにね。ちょっとじゃあこれ結構素晴らしい、めっちゃいい匂いするから、うん、気になる人は概要欄とコメント欄とかに載せておくんで、うん、メディラね、詳細見てください。はい、ツヤツヤじゃない、これ。ツヤツヤ、うん、確かに。なんか今まで俺あんまやってなかったんだって分かるね。うん、ケアしてなかったんだなっていう。うん、アウトバ
商品だいぶ魅力的。私からアウトバ、アウトバス外出てから塗ってた。ああ、そういうことね。うん、アウトバとか言うんだ。アウトバス、あアウトバス商品、アウトバス。それって英語なんかな。プロいた。英語プロ。今風呂入っていい感じになってるから、今ご飯食ってんだけど、髪質診断みたいなやつをやるから、うん、それだけちょっと説明していい？いいよ。そのオーダーメイドの内容なんだけど、まあこんな感じで、うん、オンラインで13個の髪質診断に答えていくと、それに合ったものが届くっていう感じで。ちなみに美容カウンセリングっていうサービスがあって、美容の専門家に髪の悩みを相談できたり、使った後に感想を伝えるともっと自分に合うものがなんか届くって。すごい。すごいね、なんかめっちゃやってくれる。まあでも季節によってさ、なんか使いたいもの変わったりとか、まあ香りを途中で変えたいなっていう時でも、ウェブで全部処方してくれるから、やってくれるから、そういうのわざわざ行くのめんどくさいっていう人にはぴったりかも。まあ初対面の印象とかさ、奥さんってやっぱなんていうの、髪の毛ってやっぱツルンツルンしてるなみたいな。そんなこと思ってたかな。思ってた。いや思ってるよ。実際どうなんだろうね、初対面の印象みたいな。いや俺正直ちょっとさ、初対面の印象、正直な話っていい？いいよ。めっちゃ喋ってないじゃん。全然喋ってないね。 あんま分かんない。初対面の印象、なんかあんまりそんな印象に残ってるわけではなかった。正直会話もほぼしてないじゃん。会話一番してないんじゃない、うちらの。うん、してないから。いや、うちのあるよ。何？かっこいい。あ、いや、俺もあるよ。かっこいい。俺も髪切れ、髪切れだな。あ、髪切れ。繋げたいんだ。ちょちょちょ、いや、繋げたいとかじゃなくて思ってた、本当に。やっぱ顔が綺麗で、顔、髪も綺麗だなみたいな。すげえ、めっちゃいい印象でもないし、うん、悪い印象でもない。まあでも結構さ、 DM とかでさ、ヘアケア教えてくださいってめっちゃ来るんでしょ。やっぱヘアケア一番多いんじゃない。普通にさ、隠れてはいるけどさ、やっぱ髪の毛って綺麗って、まあやっぱ大事なんだね。その映るからさ、まあ見せてもないのに可愛いみたいになってんじゃん。綺麗とか、でもその要素の一つで髪ってあるんだもん絶対。髪肌姿勢、うん。じゃあ初対面の印象に残ってる出来事なんですか。でもなんか俺クラブ好きだよみたいに。ポケットからなんか、うん、昨日も行ってきたみたいな。チケット出してた。あー、この人違う人と間違えてる。いやいやいや。でも結構酔ってたよね、多分。あー、確かに。俺の印象はなんかわかんないけど、クレジットカードを渡して。何クレジットカード、何、ガチガチのクレジットカードがあったんだけど、わかたーいって。待って、それ初対面じゃない。違うけど面白いよね。あー、確かに。あんなガチガチなカードあんまないもんね、確かに。うん、硬いって。っていうのをすごい覚えてるわ。なんか、どういう意図で言ってんのと思って。連想させてんの、クレカタって。あれだよね。クレカタ連想させてるほど、この人って。懐かしいね。うん。それめっちゃ印象深いわ。まあこんな感じで、まあすげえ正直いいから、匂いもすごくいいしね、これ。サラサラだし、すごく。なんかケアされた髪って感じ。美容院でトリートメントしてもらった後みたいな。本当に、うん。今回なんか200個限定でケアを5点セット組んでもらったんだよね。え？そう、200個限定ね。で、概要欄コメント欄から初回5940円で俺カノックスターコラボがセットが買える。安いんだよ。だからめっちゃ安くてさ。確かに。5点セットが本当は25,797円なんだけど、今回限定で5,970円。やば、めっちゃお得。めっちゃお得だよね。だってシャンプー1個で6,000円ぐらいするもんね、いいやつって。絶対そのシャンプーとリペアってやつは5種類の中から好きな香りが選べて、ヘアオイルはなんかライトっていう香りがセットで、ムスクの香りで女性っぽい匂いらしい。でも、まあ、やっぱ心配じゃんこういうのって。なんか実際紹介してるとさ、解約とかなんか結構あんじゃん、できないとかさ。まあ、そういうのも全然ウェブで休止解約も簡単にできるし、回数縛りとか解約料っていうのも一切ないから、そういう面では安心してほしいって感じ。でもたださ、その200個限定だから、その安いのが、まあ、売り切れる前に買ってくださいっていう感じだね。え、急がなきゃ。うん、だってこんな俺サラサラになってることあんまない、髪の毛が。それってさ、何がセットになってんの。シャンプーとリペア、ハイパーリンクセラム、うん、ヘアオイル、スカルプリフトブラシ、あのブラシ。それはめっちゃお得だね。そうだよね、それが6000円ぐらいだから、初回、まあ初回限定だけど、概要欄コメント欄からぜひ買ってください。こんな感じでもう寝る前なんで、また夜遅くまで寝かし起こしてるって言われちゃうから、うん、ゲームしてみます。あ、ゲーム。